はい、どうもハルボボです。今日はですね、ロイスデッキなんですけれども、アリーナ1でできるロイスデッキを、ロイスさんがですね考案いたしました。こちらご覧ください。まあ、ジャイアント、このねゴブリンハットとかね、この辺がね、アリーナ1なんですけども、基本的にはキュンレンじゃない、訓練キャンプをね、のユニットもかなり活用しているというね、これならもう皆さんできるでしょうと。はい、こちらご覧ください。まあ、ポイントはね、まあ、ジャイアントとゴブリンの小屋、これがね必須なんですよね。はい、まあ、基本的にはそのロイスデッキの攻め方なんですよ。あの後ろからその細かい系ユニットを引き連れてジャイアントで攻めるというやり方なんですけれども、まあ、火力が足りないので、あのミニペッカを連れてっている状況だとは思います。はい、で相手はですねホグフリーズ。あ、まあ、これ皆さん、あの最初に言ってきますが、レベルがちょっと、まあ、あのうちのクランの、ね、対戦なんですけれども、レベルが若干低いんですけれども、その辺はちょっとご了承くださいと。まあね、なんせあのアリーナ1で揃うあのレベルなので、まあ、その辺ちょっと、ご了承いただければと思います。はい、まあね、相手の方もうまいです。相手の方っていうかうちのクラメンなんですけども、このようにあの後衛部隊に、バーバリアンとかね、そっちから退治していくと、うん、この辺もまあうまいですよね。さあ、こうどういった展開していくのかと、まあ、ゴブリンのね、小屋とそのヤリゴブ、あとなんだっけ、ジャイアント、この辺がねやっぱ必須になってくるのかなと思います。はい、まあ、あとねこのプレイスキルですよね。プレイスキルも本当非常にやっぱレジェンドっていうね、そのロイスさん本当にうまいので、あの皆さん本当レジェンド目指してる方、よくねこう見ていただければと思います。はい、でこの辺もホグライダーもあのペッカ、ミニペッカですね、この辺で倒していくと。でそれを使いつつこういう感じですよ。こういう感じですよ。ジャイアントの後ろにミニペッカ、マスケット、まあ、死んでしまいましたけども。はい、まあ、攻めの基本はこんな感じになると思います。はい、でね、なんだろう、うちのね、あの相手のクラメンさんのね、あのキングさんもね、かなりこう、まあ、防いでくるわけですよ、もちろん。だからここからどうやってね切り崩していくのかと。やっぱこういうその一辺倒になってしまうと、そのまあ攻撃は読まれるじゃないですか。なのでこう左右に振るっていうこともね結構大切なんですよね。さあ、ここから向こうはホグライダーしてくるよ、これに対してペッカで応戦と。で、きれいにホグライダー決まりました。あ、ただバスケットがねちょっと稼働してたので。あ、ドラゴン持ってたんだ、初めて見たわ今回。そうですね、こんな感じでドラゴン、まあ、ジャイアントは攻撃の、ね、主軸にはなると思うんですけども、そのドラゴンをいかに、アリーナタワーまで持っていくか、うん、それがねあのすごい重要かと思います。はい、まあね、このように相手もね必死になっても防衛を使って止めますよね。でこうねちょこちょこ当たってくんですよ、ゴブリンのねヤリゴブの攻撃とかね、そういうのがね痛いんですよね。でこう左右に振っていく感じですよね。右側にもこうマスケット出し、そしてジャイアントを左から出すと。それによって相手がねマスケットとかその辺をね右側に出してしまうので、その時にドラゴンとかで応戦していくと。でもロイスさん頭使いました。バーバリアンで応戦してくるのは分かっていたので、ドラゴンをそこから出すと。いや、これはうん、これね、アリーナ1で揃いますので、今回は何回出してんだよロイスデッキをと。まあね、本当にね、このロイスデッキって、この、なんだろう、攻撃の仕組みがね、強いので、よかったら参考にしてみてください。ご視聴、ありがとうございました。